これも僕がいいなと思って、顧問を引き受けした理由なんですけども、NEI のこう、教え方全部もそうなんですけど、ADA そのものもそうなんですけども、personalized、teaching なんですね。つまり、これはね、その人にマッチした教え方をしてくれます。で、多分、ADA を初めて使うとき、つまり NEI にその登録するときですね、皆さんはいろんなこう、入力をその要求されます。職業は何ですかとかね。それからその趣味何ですか。つまりキーワードっていうのがあるんですけど、いっぱい入れてください。キーワードをいっぱい入れると、NEI のトータルのシステムがそれを AI にかけてですね、その方に一番マッチした教え方を考えます。そしてそれは、ネイティブの先生が教えるときにも、もうカリキュラムが自動的に AI で作られているので、そのやり方に沿ってティーチングを行います。で、これはもちろん、素晴らしいことなんですけど、あとはいろんな課題が出るときもですね、それをちゃんと理解した上で課題が出てきます。で、もう一つですね、ADA そのものをそういうふうな、皆さんのことをよく知っていて質問してきますので、例えば、そうですね。看護師さんをしているんですという登録をしていれば、多分、Hello, Ada と言えば、なんかそういう今日の、ホスピタルでの仕事はどうですでしたかとかね、いうような質問が出てきたりすると思います。そういうふうに、非常にこう、パーソナライズされているっていうのが大きな特徴ですね。で、これはよくね、英語教育の人が、なんでしょうね、アダプティブっていう言葉を使うんです。アダプティブは、どういうことかというと、難易度だけ、難しさだけに着目した、指標です。ですから、例えば、最近の、キャセックとかね、それから、トイックもそうだけども、問題数が少ないのに、なんかあなたの能力はこんだけです、出てきますよね。あれ、どうしてかというと、問題そのものが、難しい問題が出て、優しい問題が出てとか、いろんなこう、繰り返しをしていくんですけども、例えば、2たす2はいくらでしょうというのと、321たす、657はいくらでしょうっていうのは当然その後の方が難しいですよね。で、ちょっと極端な考え方だけども、質問には、問題の質問には必ず絶対的な難しさがあると想定します。そうして難しい問題をポッと投げて、答えられません。安いのを投げようかな。というふうにやっていって、こうやっていってですね、だんだんこの中で答えられるのが半々になるところがあります。だから、うまくできた。間違った。できた。間違った。50%ぐらいになるところ。そこで試験は打ち切ります。で、それがあなたの能力ですというふうに判定するんですね。つまり、あなたの能力のところっていうのは、50%、50%でできたりできなかったりというところが収束点ですというような形になっているんですけども、これだけなんですよ。で、ADA の場合はもちろんこの能力も持っています。で、NEA 自身も、NEA スコアっていうので、皆さんの能力を測っていますので、その能力的なことは、もちろんアダプティブなものは当然、ちょっとあるんですけれども、それを含んだ全部は、パーソナライズされて、そういう教育だということが、大きな特徴ですね。